マーティヌスラービューはデンマークの画家である。デンマークの役人の息子として当時デンマーク領であったノルウェーのドランメンで生まれたが1814年にノルウェーがデンマークから独立したのに伴って1815年に家族とデンマークに戻った。1820年からデンマーク王立美術院に入学しクリスチャンドレンツェンや デンマーク王国時代と呼ばれる時代の中心的な画家、クリストファー・エカスベアに学んだ。風景画、肖像画を学び、エカスベアが推奨したように、コッペンハーゲンの港や町の郊外で野外写生を行った。恒例のシャーロッテンボー宮殿で開かれる春の展覧会2824年に初めて出展し、その後も出展を続けた。王立美術院の展覧会で賞を得て、 1834年には海外留学の奨学金を得た。オランダ、フランスを訪れた後、ローマに滞在し、彫刻家のベルテル・トーバルセンを中心とするデンマーク人芸術家のサークルに加わった。同時期に、ローマに滞在していた芸術家には、ハンセイやキュヒラー、マーストラン、ブルンク、ヤーンソネ、建築家のビネスブルラがいた。 この最初のイタリア滞在は1837年まで続けた。この間、1835年には、ビネスブルとギリシャやイスタンブールも訪れた。ソレントやアペニン山脈、シシリー島も訪れた。1837年に、海外留学中に描いた作品で、トーバルセ戦メダルを受賞した。1838年に、 王立美術院の会員に選ばれた1839年に結婚し、健康の回復のために再びイタリアに旅し、1841年にデンマークに戻った。自ら絵を描く一方、個人教授として画家を育て、弟子にはローランス・フレイリクやクレステン・ダルス号がいた。1844年には、王立美術院の教授に任じられたが、 健康に恵まれず1848年に45歳で没した。ラービューは生まれ故郷のノルウェーや、ノルウェーに近いユトランド半島の最北端の漁村、スケーエンの風景を描いた。スケーエンには19世紀の後半、ベーダー・セベリン・クロイヤーや、ミカエル・アンカーなど多くの画家が集まり、スケーン派と呼ばれる画家たちが活動することになる。ありがとうございます。